時刻は午後7時になりました。ここからは愛知県東海市にあるメディアス FM からお届けするビートアラウンド834サテライトフラッシュ。毎週木曜日の担当は新庄のアフィリアの名古屋出身香山かながリモート生放送でお届けします。よろしくお願いします。そして第3回のゲストはこの方です。皆さんお待たせいたしました。同じくメンバーの小田アンナです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、嬉しい。待ってたって反応がね、多分ね今来てると思うね。来てるかな、はい、嬉しいですね、はい、本当に、はい、すごい最初から飛ばしてますが、はい、はい、アンナさんよろしくお願いします。3回目ですよアンナさん。いい数字です、はい、いい数字ですか、はい、あの個人的に、ね、マイク番号が3なので3がすごい好きなんですよ。確かに、はい、嬉しいです、はい、あ、よかったです、はい、アンナさんはどこ出身ですか、はい、すみません、神奈川県出身ですね、はい、すみません。神奈川県出身ということで、はい、アンナはね、あの純情なアフィリアのね11期生としてね、はい、加入してね。そうなんです。そう、うちとはもう何年、7年7年くらい一緒かな。6、7年の付き合いなんですけど、実はこんなに長く付き合ってるのに一緒に遊びに行ったことがありません。そうなんですよ。なんかかなちゃんのね同期のかおりさんとゆみちは、うん、ね、団体でディズニーとか行ったりとかお泊まりしたりとか。ユミチお泊まり、かおりさんとお泊まりしたことあるもん。あるんだけどかなちゃんとだけはなくて。でもなんか前アンナとなんかレッスン、うん、向かってる時に一緒になって、うん、なんかそういう話したよね。した時に、なんか、その、うちの同期が、うちと、あの、私と、あと、ユミキと、うん、あと、カオリン、3人いるんだけど、うん、この中で、一番、なんか、喋りづらいの誰って聞いたら、カナさんって。カナちゃんがやばい。なんかね、あの、アフィリアに入る前に、うわ、可愛いと思ったメンバーがカナちゃんだったから、うん、余計なの。でも、その、可愛いって言ってくれた時、すごいタメ口だったじゃん。やばいな、あんなって。でも、ちなみに、カナちゃんとね、ご飯、うん、本当に行った記憶が一回だけあって、二人で、うんうん。でも愛知県にある、カレー屋さんに行ったんだよね、うん、その時。確かに。そうだ。でも、アンナは、その愛知県とか名古屋は、うん、そのプライベートとかでは行ったことありますか？え、待って、ないかも。ない？待って、ごめん。でもさ、アフィリア加入してもさ、10回以上はさ、絶対行ってるよね、うん。行ってますね。そうだよね。なんかね、うんうん、好きなんですよ、ご飯が。あ、ご飯が好き。めっちゃ好き。何が好き？味噌煮込み。あ、味噌煮込みうどん好きなの？めっちゃ好きです、私。あの硬さ大丈夫？全然いけた。大丈夫なんだ。めっちゃ好き。なんか初めて食べる人はさ、なんか麺硬いとかさ、なんかこれ茹でられてないとかさ、勘違いする人とかも多いけどさ、こういう人食べると。全然いけた。あと名古屋ってちょっと味が濃いめなのがすごい、ソースとかも多いんで、うんうんうん、私的にはすごい、お酒にも合うし、いいなと思って。嬉しい、ね。ありがとうございます。そんなアンナさんに、ね、ちょっとね、はい、メッセージが来て。やだ、嬉しい。ありがとうございます。はい、と思います、はい。はい、ラジオネーム、かなわんこさんからいただきました。ありがとうございます。かな先生、アンナさん、こんばんは、こそば、ずるずる。ずるずる。はい、ね、はい。7ヶ月連続ワンマンライブ、お疲れ様でした。ライブ中でのアンナさんの煽り、うん、声がとてもよく通り、上手だな、といつも感心しています。かなわんこさんめっちゃ好きです。ありがとうございます。褒められてる。はい。で、お二人にとって、今年のライブで一番思い出に残っているのは、どこですか？はい、はい、はい。ありますか？もうね、10月でね、もうライブもね、何十、やってますよ。何十本とね、やらせてもらってるけど。やっぱり、一生の理由？やっぱり、あの、でもね、やっぱ、うん、このメール送ってくるってことは、うん、7ヶ月連続ワンマンライブのどこかが、どこが楽しかったかって聞いてるの、うん。でも私は裏切るよ。何何？いいよ。うん。せーの、台湾。おーでも台湾も今年2回、私たち行ってて。2回行ったんだよね。そう。うんうんうん、あの、言っていいかな、あの、いい6月に、セレクトメンバーで、うん、私と、私、アンナと、うん、今一緒にいるパーソナリティのカナちゃんと。あ、1回目と2回目のゲスト、ユミチとユナちゃん。あ、で、3回目のアンナと、私の4人で。この4人で台湾の遠征に行かせていただいて、もうその時がすっごい楽しくて。楽しかった。もちろんメンバーでメンバーみんなと行った8月の台湾もすごい楽しかったんだけど。全部がね、イレギュラーでね、そうそう、なんかフォーメーションとかも新しくて。めっちゃ楽しかった。めっちゃ楽しかったんだけどね。中が挟まったよね。いや、めっちゃ挟まりましたね。じゃあ、この調子で一緒に遊びに行こうね。行こうね。絶対だよ。絶対だよ。これ今年中に行こう。行きたいね。目標、今年中にあなた。はい。はい。はい。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。うん、今日のメッセージテーマは、スポーツの秋にちなんで、おすすめのスポーツです。はい。はい、運動はもうね、男子しかやってないのでね、ぜひおすすめのスポーツ行きたいですね。
あんなもね、ダイエットとかね、結構ね、言ってるからね。そうですね、結構腹に効く運動とか、はい、あったら嬉しいです、ね。はい、まだね、お待ちしてますので、よろしくお願いします。はい、メールは、メディアス FM のホームページにあるメッセージボタンから、また、メディアス FM の専用アプリからもお送りいただけます。アプリのダウンロードは、メディアス FM のホームページからどうぞ。それでは、ここで一曲お聴きいただきましょう。先日、ファイナルを迎えた7ヶ月連続ワンマンライブで披露した最新曲です。純情なフィギュアで、夢の形。ここは午後7時7分です。愛知県東海市にあるメディアス FM からお届けする、ビートアラウンド834、サテライトフラッシュ。毎週木曜日の担当は、純情なフィギュアの小山かなと、本日ゲストの小田アンナがこの後午前7時30分までリモート生放送でお届けしていきます。さて、ここからは皆様から送られてきたメッセージをご紹介したいと思います。やった。はい、今日のメッセージテーマはスポーツの秋にちなんでおすすめのスポーツです。運動の秋ですから。はい、運動の秋、はい、いいテーマですよ。アンナはね、はい、やっぱそのメールにも来てるんですけど、うん、毎回ライブでダイエット頑張ると言ってますからいや、そうですね。え、ダイエット毎回、確かにさ、MC でさ、うん、その一番ツアーとかでもさ、一番初日とかでもさ、うん、なんか目標ありますかって聞いてさ、ダイエット頑張るってさ、それ成功したことあるの？あるわけないじゃん。なんで？やだ、MC とかで、ね、うん、太っちゃったんですよとか言うと、うん、笑い取れるから。笑い、体張ってんの？調子乗っちゃってる私。体張ってんの？張ってるよ、結構。本当は痩せれるけど、体張ってるってことじゃん。私実は連続ワンマンライブ7月、7ヶ月で一番ファイナルで実は太っちゃったんですって言ったんですけど、うん、実はファイナルとファイナルこの7ヶ月で 2キロぐらい痩せてるんですよ。そうなの？そうなの、実は。でもね、まだね、もっとさ、スリムボディになりたいでしょ。そう、はい、こういう嘘はね、いい嘘です、ね、はい、幸せな嘘ですよ。はい、はい、じゃあ、ここメールをね、紹介したいと思います、はい、ラジオネーム、クロマッチさんからいただきました。ありがとうございます。かなちゃん、あんなちゃん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しく聞かせてもらっています。今週のテーマ、おすすめのスポーツですが、うん、バスケットマンの私がおすすめするのは、なんと、なんと、バスケットボールです。やっぱそうですよね。そうですよね。はい。お腹がぽっこり出ているからといって、ボール側ではございません。ちょっと、すいません。はい。ボールをダムダムする側です。シュートを打った時に、リングに触れず、溢れず、サクッと音がして入った時は最高ですよ。この秋にぜひどうぞ。いやー、ちなみにうちね、中学生の時ね、バスケ部だったよ。え、マジ？じゃあできるってこと？できるよ。ダムダム。もうレイアップもダムダムできるよ。マジ？トラベリングもできるよ。え、すごっ。いや、なんかバスケを、何、学校の体育で習ってたけど、うんうん、何、シュートあんまできたことないかも。うん、え、網網に入れるの。一番得意なスポーツは何？ダンス以外で。え、なんだろう、運動？運動、運動。私、運動できないから。え、でもさ、アンナってなんかダンス覚えすごい早いしさ、ダンスも上手いからさ、なんかスポーツ、勝手に運動神経いいんだろうなって思ってるけど。できないんですよ。私、運動してこなかったんですよ、ね。そうなんだ。音楽で行きます。合唱とか検音とか。いや、でも、うん、じゃあうちが教えてあげるよ。卓球できる。卓球、うん、卓球結構ね、ボールちっちゃいけどね。そうそうそう。まあ、バスケ教えてあげるよ、ね。ぜひとも教えてください。はい、続いて。はい。やるので、ね、遊ぶテーマ決まったねって。すいません、なんでもないです。はい。はい、続いていきます。ラジオネーム、くずさんからいただきました。ありがとうございます。はなさん、あんなさん、こんばんは。こんばんは。いつもお世話になってます。ラジオにメールをお送りするのは初めてです。ありがとうございます。自分がこの秋におすすめのスポーツは、うん、ボディーコンバットです。何それ。ボクシングやキックボクシング、空手やカポエラといったいろんな格闘技の動きを取り入れたエクササイズになるのですが、家の中でもちょっとしたスペースがあればできますし、全身を使った運動になるので短時間でもかなり汗だくになっておすすめです。あ、でもさ、なんかさ、コロナ禍の時さ、流行んなかった、スラップなんちゃらみたいな。ああ、ああいう感じってこと。ちゃーってちゃー、あった、あった、やった。ああいうのとか、あとブリーズブートキャンプとかそういう感じ。ああ、わかるわかるわかる。そういう感じなんだと思う。あ、そういうことね。これならなんかダン、ドラムにちょっと違うけど。まあ、なんか、やっぱあのダンスとか得意だ人、うん、ダンスっぽいやつだから。これいいね。これならさ、できるんじゃない、うん、簡単に、やっぱさ、バスケはさ、じゃボール用意しなきゃいけないから。確かに確かに。そうそうそう、確かに、物いらない。YouTube とかで、うん、何本かアップされてるって書いてる。これいいですね。いいよいいよ。じゃあこれ候補ね。いいです。第一候補ですよ。はい、第一候補、ありがとうございます。はい。じゃあ続いて。
ラジオネームまさのりんさんからいただきました。ありがとうございます。かなちゃん、あんなちゃん、こんばんは。こんばんは。かなちゃん、今日もかわいいね。あんなは、はい、いつも楽しくラジオ聞いてます。今日のテーマはおすすめのスポーツですね、うん、先日のアットジャムでの運動会も楽しかったです。ライブでね、はい、一緒にね、アメクイ競争やりましたよ。アメクイ競争一緒に走ってさ、うちの方が早かったよね。まあね、それも私、ちょっとお便り読みましょうか。すいませんね。はい、はい、でかなちゃんは、かなちゃん、あんなちゃんはバンジージャンプをしたことありますか、うんうんうん、なければ一度チャレンジしてほしいです、うん。日本一高いと言われているバンジージャンプが岐阜にありますので、そこでやってほしいな、うん。でも、バンジージャンプはスポーツだっけ？まあいいよね。ちなみに僕はバンジージャンプは一度もやったことありません。なんやねん。では、MC 頑張ってね。すんごいな、日記みたいなもん。なんかもう。バンジー、でもさ、バンジージャンプしたことある？実はありますね。でもあるよ。え？屋上で、そうやった。これもアフィリアのね、なんか昔バスツアーがあって、企画でね、はい、そう、牧場、なんかマザー牧場みたいなところでやったんだよね、うん。でも結構体力いるくない？疲れるんですよ。叫ぶし、落ちるし、ジェットコースターと違って、あの、何、支えがないから、うんうんうん、結構ね、うん、来るんですよ、衝撃が。でもさ、痩せるためにはさ、何回も飛ばなきゃいけない。あの、私実はなんかの企画で、うん、重力だから、そのジェットコースターに乗って痩せるかっていうのをやったんです、うんうん、7回ぐらい1日で乗ったんですけど、うんうん、マジで次の日1キロぐらい疲労で痩せてて、スタッフさん、乗ってたスタッフさんも1キロぐらい痩せてて、絶対疲れですよねとか言って、多分本当に痩せると思うよ。だからあのバンジージャンプやる？いや、うちさんも顔の抵抗で、顔の肉やばいんだよ、ね、引っ張られちゃうね。引っ張られちゃうよ。はい、じゃあ最後いきたいと思います、はい。ラジオネームほうじ茶カステラさんからいただきました。ありがとうございます。はなさん、あんなさん、こんばんは。こんばんは。おすすめのスポーツということですが、はい、トランポリンはいかがでしょうか。あ、いいですね。トランポリンは全身運動になるので、うん、数分間飛ぶだけでも下半身や体幹、肩や腕などの筋肉が刺激されます。トランポリンの消費カロリーはジョギングの約 1.2 倍なので、ダイエットにもうってつけです。最近はトランポリンができる、うん、屋内施設も増えましたし、家庭用トランポリン等も売られたりしているので、うんうん、昔より挑戦しやすいと思います。いいですね。すごい、 1.2 倍ジョギングの、うん、あれですね、なんかトランポリンいいじゃないですかって言いながら、その名前がめっちゃおかしいだな、なんか。一応いい名前ですね。そこ気になっちゃう。確かに美味しそうだけどね。いや、トランポリンでもね、あの、うん、そのやっぱ家でリモートとかで仕事する人が増えて、うん、結構増えたらしいですよ、やっぱトランポリン。そうなんだ、はい。でもね、トランポリンもね、そんな大きく、なんか折りたたみとかもありそうだしね。あった気がする。絶対私、あのトランポリンの網壊れるとか、柱が、足の部分折れちゃうとか。そんなことないよ。ありそうですけどね。どんだけだよ。でもいいですね、やっぱ家に置いとけるタイプ、うん、いいですね。トランポリンも良いな。家でね、完結できる、ね。あと他にもなんか結構メールたくさんもらってて、うん、ウォーキングとか、うん、 あ、 いいね、あとボルダリングなんかもありました。あ、そう。じゃあ、アンナさんはこの中でなんかいいなと思ったものありますか？やっぱ、うん、物もいらない、簡単に誰でもできるっていうのは、うん、あれじゃない？クスさんのさ、うん、なんとかなんとか。ボディーコンバット。あ、それ、ボディーコンバットやりたい。お、やりますよ。じゃあ、と変わんないかな。アンナ、もしかしたらまたね、ゲストでね、来てもらうかもしれないので、うん、次にはボディーコンバットやってます。お、やってます、やってます。もうシュッとしてる。びっくりすると思うよ。お、腹筋とか、次からの腹出しの服とかで。じゃあ楽しみにしてます。お、じゃあ採用で、もちろん他ののもね、気になったんで、ちょっと ね見てみたいと思います、はい。やってみてください。ありがとうございます、はい。ということで、メッセージたくさんありがとうございました。ありがとうございます。はい、それではここで一曲お聴きいただきましょう。はい、私がもうすっごく大好きな楽曲となっております。本当にね、可愛くて、うん、もう聴けば聴くほどアフィリアの世界観も楽しめる楽曲になっております、うん。それでは聴いてください。純情なアフィリアで教育的指導。時刻は午後7時18分です。愛知県東海市にあるメディアス FM からお届けするビートアラウンド834サテライトフラッシュ。毎週木曜日の担当は純情なアフィリアの田山かなと、もちもちバブちゃんの小田アナが、この後午後7時30分までリモート生放送でお届けしていきます。さあ、ここからはラーメン大好き田山かなのおすすめラーメン教えてあげる。うーん、あ、そういう感じね。
お、めっちゃ中華じゃん。はい、このコーナーはラーメンが大好きな私、小山かなが毎週ゲストに来る純情なフィギュアのメンバーにおすすめラーメンをコーディネートしようというコーナーです。すごいね。はい、私がどれくらいラーメンが好きかと言いますと、はい、どれくらい好きだと思いますか？アンナのことどれくらいちなみに好き？それより好き？アンナと同じぐらい好き。あー、で結構好きです。うん、それは結構好きっぽいです、ね、はい、もう本当に大好きで、もうラーメン屋さんで働いちゃうぐらい、もう毎食ラーメンでもいいぐらい本当にラーメンが大好きです。はい、ちなみにアンナはラーメン好きですか？私好きですよ。アンナさ、豚骨ラーメン好きだよね。そうなのね、豚骨ラーメンしか食べないんですよ。え、細麺。そうなの？細麺、いや他のも食べるんですけど、うん、お店に行ったら、まあ、基本は豚骨が好きで。なんで豚骨が好きなの？なんかニンニクが合う、うん、ニンニク入れると合うじゃん、うん、細麺で、うん、私いつも針金とかにするんですよ、麺を、うんうんうん、それが一番合うのが豚骨ラーメンだから。ちっちっち、あーちょっとごめんなさいね。豚骨ラーメンももちろん美味しいですけど、はい、豚骨ラーメン以外でもニンニク合うラーメンいっぱいありますし、はい、本当に今回はアンナさんにぴったりなラーメンを紹介したいと思います、はい、うちと、まさるのあります？ちなみにアンナは甘いの好きだよね。いや、めっちゃ好きですね。アンナ、はい、フルーツ好きですか？フルーツ好きですよ。フルーツ何が好きですか？なんだろうな、でもやっぱ今の時期でしょ、うん、みずみずしいのとか好きですけどね。結構みずみずしいの、うん、はい、アンナさん、はい、アンナさん、パイナップル好きですよね。うん、すごい好き、はい、うん、ということで、うん、アンナさんには町田駅にあるパパパパパインを紹介したいと思います。待って待って待って、パインとラーメンって合うんですか？はい、東京ですね、こちらは東京の町田駅、町田ね、はい、パパパパパイン、はい、え、知らない？ちなみにこのお店、うちもあのリリースイベントで町田に行った時に初めて見て、すぐ、はい、横にだけ、ね、お店がね、あったでしょ、なんだこのお店はと思って、まさかラーメン屋さんだとは思わなくて、うん、でも調べたらな、結構なんか人気で、そう、行ってみたんですよ。で、うん、私が食べたのは塩パイナップルラーメン。あー、いいね、いいね。そうなんですけど、ね、パイナップルが全然邪魔をしていない。嘘だ嘘だ。パイナップルってでもさ、あれじゃん、結構さ、あのなんだろう、酢豚に入ってたりさ、あとピザにもハワイアンピザとかであるじゃん。中華と南国が合うわけがないじゃないですか。合うんですよ、アンナさん。そうだ、合うです。パイナップルのみずみずしさ、フレッシュさ、そのハーモニーとラーメンの塩ラーメンが、私の今までのラーメン人生一体何だったの？とても味わえるってことですね、はい、しかもそれだけじゃなくて、はい、期間限定で、はい、夏とかだったら、はい、冷やしチョコミントラーメン。待て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 、スイーツコンシェルジュの私からそれ許せないですよ。そんなのだったり、はいはいはい、まあ、冬だったらカカカカカカオ、待て待て、チョコレート担々麺、あのなんだその店員さん、大人気なんです、それがもう。そうだ、本当にそれ美味しいっていう人がいっぱいいるんですよ。まあ、そうだから、ちょっとうちはパイナップルラーメンしか食べたことないので、うん、まあ、ぜひアンナさんにはやっぱ甘いの好きな、さっきもチョコレート食べた、ここにも置いてあるからね、チョコレート。そうですね、目の前で食べてました。なので、ね、まあ、パイナップルラーメンはもちろん、はい、まあ、期間限定でね、いろいろ出してると思うので、はい、そちらもね食べてほしいと思います。近いよ、はい、じゃあアンナさん、こちらのラーメン屋さん行きたいと思いましたか？ぜひ行かせていただきたいと思います。いいですね、コーディネートがうまいですね。はい、じゃあぜひね、無理やりパイン好きですよね。好きですけどね、パイン好きになるよ、ね、もっと、はい、いいですね、気になるな。はい、というわけで、ラーメン大好き葉山かなのおすすめラーメン教えてあげるのコーナーでした。はい、それではここで1曲お聴きいただきましょう。はい、この曲はですね、うん、この夏の思い出といっても過言ではない。いや、本当ですよ。しかもアンナ結構思い出に残ってるんじゃないかなっていうね。覚えてますよ、はい、あのね、夏に欅広場で、はい、あのカラオケステージでね、一緒に踊って歌った曲となっております、はい、テレビアニメラキスタのオープニングテーマで、もってけセーラー服。
愛知県東海市にあるメディアス FM から生放送でお届けしています。ビートアラウンド834サテライトフラッシュ、毎週木曜日の担当は純情のアフリアの葉山かなと、一度会ったら忘れられない小田アンナがリモートでお届けしてきましたが、なんともお別れのお時間です。なんなのさ、毎回さ、その意外と考えてんだよ。あ、考えてください。ありがとうございます。はい、はい、皆さん今週も実況ありがとうございます。ありがとうございます。もうね、ちょっとね、私もね、緊張ちょっとね、余裕が出てきたのでね、実況見ながら、うん、はい、ラジオ楽しんでおります。はい、ありがとうございます。はい、ということでアンナさん、初めて、ラジオ一緒にやったのも、そういえば初めてなんだよね。そうなの、さっき話したんだけど。そうだよ。どうなんだろうね。どうだった、うちとのラジオ。いや、めっちゃ楽しいし、うん、てか普通の楽屋乗りって。わかる。わかる。うん、わかるわかる。で、それも、うんうん、なんかさっき、うん、スタッフさんにね、うん、5万人の方が聞いてますよって言われて、うん、絶対に失敗するなよって。もう圧をね、かけさせていただいて、かけられてね。かけはい、かけられて、私は、うんうん、めっちゃ緊張してたんですけど、うん、もう、かなちゃんとよかった。嬉しい。でも、かなちゃんがさ、メインの MC 一人でやるって聞いて、うん、もう、うちなんかさ、嬉しくなっちゃった、なんか。そう。ね、後輩みたいな、後輩に喜ばれて。嬉しいです、なんか、こうやってゲストで呼んでいただいて。ね、うちもアンナと話すの楽しいので、今日ラジオ出てもらって、またも嬉しかったです。本当に嬉しい。うん、じゃあ、また呼んでくれるかな。はい、いいと思う。はい、すいませんね、すいません、ちょっとすいません、すいませんね、ダメです。はい、はい、今日もですね、たくさんメッセージをいただけましたが、はい、お時間の都合で全てをご紹介することができませんでした。ごめんね、ごめんね、本当に。ラジオネームだけでもご紹介したいと思います。はい、本民パシリさん、本民パシリ、よしおさん、よしお、ウルズさん、ウルズさん、水星石のマスターさん、キャンセル高島さん、キャンセル高島、マサトンさん、マサトン、他紹介できなかったメッセージは後で読ませていただきます。たくさんのメッセージありがとうございました。他、ね、はい、そして来週のゲストは、はい、第4回目のゲストは、はい、純情のアフリアの雨森セラちゃんです。はい、セラちゃん、ね、あ、どうでしょう、どんなラジオになるのか、今からとってもドキドキワクワクしてますが、はい、はい、ここで来週のメッセージテーマを発表したいと思います。来週のメッセージテーマは、あなたのおすすめの本を教えてください。です。はい、読書の秋にちなんで、あなたのおすすめの本を教えてください。あまり本読まないよって人は漫画でも、はい、可ですのでよろしくお願いします。ーメールはメディアス FM のホームページにあるメッセージボタンから、はい、またメディアス FM の専用アプリからもお送りいただけます。アプリのダウンロードはメディアス FM のホームページからどうぞ。そしてこの放送はメディアス FM の YouTube チャンネルにアーカイブとしてアップされます。メディアス FM YouTube で検索してぜひチェックしてください。残るんだ、はい、なんかちょっと難しい ね、ちょっと、はい、うちらの思い出残りますよ、はい、それではこの後は再び田中大輔さんのビートアラウンド834でお楽しみください。では来週のこの時間にまたお会いしましょう。ここまでのお相手は純情のアフリアの葉山かなと、すぐ会いたくなっちゃう小田アンナでした。最後はこの曲でお別れです。純情のアフリアでマジカルエクスプレスジャーニー。また来週、アフリリュー。